国立がん研究センター中央病院で実施している患者さんとご家族のための水癌、胆道癌教室についてご紹介します。動画は全部で9本です。ぜひ気になるところからご視聴ください。はじめに水癌、胆道癌教室についてご紹介させていただきます。患者さんに 水がん、胆道がんのことをよく知っていただくことを目的として、国立がん研究センター中央病院の肝炭水内科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、心理師、ソーシャルワーカーが行っている教室です。水がん、胆道がんに関する知識を深めていただくことによって、患者さんが より安心してがんの治療を受けられるようになることを目指しています。9本の動画の構成はこちらです。入門編では、疾患や治療などについて、応用編では、生活や療養に関することをテーマとしています。ぜひ 気になるところからご視聴ください。皆様の治療や生活がより良いものになりますよう心よりお祈り申し上げます。国立がん研究センター中央病院薬剤師の寺田です。私からは抗がん剤の副作用対策と痛みのコントロールについてお話しさせていただきます。 抗がん剤の副作用というと、どのような症状を思い浮かべるでしょうか一般的に抗がん剤にはここに示したような副作用があります。実際には使うお薬の種類であったり、個人差も大きく、すべての副作用が必ず出るというものではありません。今日はこの中で、吐き気と便秘、下痢についてお話したいと思います。まずは吐き気。 抗がん剤の副作用の吐き気は、抗がん剤を投与してから吐き気が出るまでのタイミングで、急性期、自発期に分類されます。吐き気を長引かせないためには、抗がん剤投与から24時間以内の急性期の吐き気をしっかり抑えることが大切です。そのため、吐き気が出る前に予防として吐き気止めの点滴や飲み薬を使うことがあります。また、吐き気のことを考えると気持ち悪くなってしまうような予期性の吐き気、 というものもあります。このような予期性の発見のためのお薬もあります。次に、便秘、下痢の副作用です。抗がん剤治療をすると、お通じの調子が変わってくることがあります。抗がん剤そのものや、吐き気止め、生活の変化などの影響で、腸管の運動を制御する神経が障害され、便秘になったり、また逆に、腸管の運動が活発になったり、 腸の粘膜が障害されることで下痢になったりもします。それぞれの副作用対策のお薬を紹介します。まずは吐き気止めです。お薬の名前を並べました。吐き気の中枢をブロックする吐き気止め、また先ほども申し上げた、寄生の吐き気に対して気分を安定化させる吐き気止めもあります。吐き気にも吐き気止めにもこのように種類があるため、自分に合ったものを見つけるために、 いくつかのお薬を試してみることもあります。便秘薬にもそれぞれ特徴があります。硬い便に水分を行き渡らせて便を柔らかくする作用。大腸やその下の直腸を刺激して腸管の動きを改善する作用。最近では小腸で作用して便の水分を増やしたり、腸を動かす単汁酸が腸に留まるように作用する便秘薬もあります。医療用麻薬を使っている方には、 医療用麻薬の副作用の便秘を抑える専用のお薬もあります。便秘の解消には十分に水分を取ること、腸を動かすために適度に運動することも効果があります。次に下痢の治療薬を紹介します。腸の細菌層を整える成長剤、腸の動きを鈍らせる下痢止め、腸管の水分を吸収するお薬、消化酵素を補って消化を助けるお薬があります。下痢は原因や 症状によって使うお薬が異なってきます。脱水予防のため、水分摂取をこまめに行い、ひどい水蹴りが続くときには、必ず医療機関にご相談ください。次に免疫チェックポイント阻害薬という種類の抗がん剤の副作用についてお話しします。免疫チェックポイント阻害薬とは、様々な免疫細胞の働きを抑制する免疫チェックポイントを阻害することで、がん細胞に対する免疫を活性化したり、 持続させる抗がん剤です。この薬剤が原因で起こり得る副作用に、免疫関連有害事象と呼ばれるものがあります。スライドには主な症状をお示ししております。痰の絡まない咳や息切れ、高熱が出現する場合、肺に炎症を起こしていたり、また、激しい下痢や凹と腹痛が出現している場合には、大腸に炎症を起こしている可能性があります。 発言率は低いと言われていますが、投与してから1年以上経過しても症状が現れる可能性があります。疑わしいと思われる場合、早めに医師や薬剤師、看護師に相談してください。副作用対策のお薬をいくつかご紹介しましたが、最初にも申し上げたとおり、抗がん剤の副作用はお薬の種類や個人によって異なります。症状に合わせてお薬や対処法についてお伝えできることがありますので、 医師や薬剤師、看護師にご相談ください。ここからは痛みのコントロールについてお話しさせていただきます。以前は癌の治療と痛みの治療というのは切り分けて別々に行うものとして考えられていました。現在は癌の治療と並行して痛みの治療を行い、睡眠や生活の質を保ち、しっかりと体力を維持していくという考え方に変わっています。 痛みの治療をするときは、それがどのような痛みなのか、痛みの様子を評価することが大切です。体のどこに痛みがあるのか、辛い体勢や動き、安静にしていても痛むのか、特に痛い時間があるのかなど、痛みの特徴を教えてください。ご自身が感じられている痛みを伝える方法として、右下に表示しているような評価指標もあります。全く痛みがないような状態をゼロ、 これ以上考えられないほど最悪の痛みを重として、段階的に痛みの強さを評価する方法や、顔の表情で痛みの強さを表現する方法があります。痛みの治療は段階的に目標を決めて行っていきます。まずは眠りを邪魔されないこと、その次に安静にしている時に痛まないこと、最終的には体を動かしても痛みが強くならないことを目標に治療をしていきます。 痛み止めの使い方には大きく分けて2パターンあります。この黒い波線が1日の痛みの波だとします。1つ目は定期的に痛み止めを使い、ベースの持続した痛みを抑える方法です。イメージとしてはこちらの青色の部分のように、1日を通して持続する痛みを抑えるために定期的に痛み止めを使います。一方で、痛い時に痛み止めを使う、いわゆる討用と言われる使い方もあります。 赤い矢印の部分、突発的に痛む部分や、青い部分を超えるような痛みが出現したタイミングで、痛み止めを使うという方法です。それぞれのパターンで、使う痛み止めが異なる場合があるため、痛み止めをどのように使ったらよいかわからないときは、医師、薬剤師、看護師などにご相談ください。痛み止めは、痛みの程度や体の状態に合わせて、人によって異なるものを使います。 痛み止めの強さの目安はこの図のようになります。真ん中と右側のオピオイド鎮痛薬というのが、いわゆる医療用麻薬というお薬です。ここからは医療用麻薬について少し紹介したいと思います。最初に副作用です。医療用麻薬には代表的な3つの副作用があります。医療用麻薬の便秘も便秘薬で対策することができます。 吐き気と眠気は1、2週間程度で落ち着くことが多いですが、症状に応じて吐き気止めを使うことも可能です。麻薬というと、強い副作用や依存性についてご心配される方が多くいらっしゃいます。今お話ししている医療用麻薬に関しては、国に有効性、安全性が認められたお薬です。痛み止めとして使用される場合には、習慣、依存になることはありません。 体や痛みの状態に応じて量を増やしたり減らしたりすることができるお薬です。これは人口100万人あたりの医療用麻薬の消費量のグラフです。20年近くの間、日本はずっと一番下にあります。世界的に見ても日本は医療用麻薬の使用量が少ない国の一つです。次は医療用麻薬の妥当消費量。必要量に対して実際の使用量の割合を表したグラフです。 100%というのが妥当な消費量と実際の使用量がマッチしている状態。2010年のデータでは日本は15.5%と報告されています。これは医療用麻薬を必要な量使用していないという状況です。日本の方は痛みに対して我慢強く、また医療用麻薬に対する不安や疑問を感じている方も多いのだと思います。はじめにも申し上げた通り、 睡眠や生活の質を保ち、体力を維持するためにも、副作用対策のお薬や痛み止めとの適切なお付き合いが重要です。気になっている症状、痛み、お薬にことに関しては、医師、看護師、薬剤師にぜひご相談ください。最後に医療用麻薬の注意点を一つお伝えします。医療用麻薬を携帯して海外に行かれる方は、2週間前までに、 この申請書の提出が必要です。医師の診断書も必要になりますので、ご予定がある方はお早めに医師にご相談ください。私のお話は以上になります。ありがとうございました。